宮田チャンネル。はい、勝負のね、パーキングエリアに、また宇佐美立ち寄りでいたんですけど、またやっぱりね、狭いですね。路中が結構多いです、やっぱり。しかもね、さっきまで雨降ってなかったのに、ここ入った瞬間にね、なんか雨が降ってくるって感じですね。相変わらず狭いですね。今日はどんな感じですかね。あ、またいつも通り飛び出てますね。また結構カツカツ攻めらんと狭いですからね。狭かった。さっきの平ぼてかな。結構きつい。あ、またこの先がきつい。この先がきつい。このね、なんかこのあそこが狭いのもね、もうカーブがね、もう。ゲームみたいになってるやんな、これ。なんかパーキングエリア、もう宮田を通らせんようにしたろうみたいな、もう宮田全部クリアするから。はい、もうちょっとでね、宇佐美に到着です。よいしょ。まあ勝負のパーキングはね、トレーラーで行くと結構狭いですからね。よいしょ。燃料満タンで、軽油満タンで、ね、はい、付近のね、白岡ジャンクションからね、今東北道に入りました。圏央道はね、どうやらこの付近白岡ジャンクションから先ね、工事で通行止めになっていますね。はい。で、まあここから東北道入るんですけど、まあこう分岐点があるんで、まあ右と左とあって、右が東京、左が宇都宮久喜ってなってるんで、宇都宮久喜の方に向かいたいと思います。はい。やっと、真岡インターを降りました。いやー、さあ今から到着してご飯食べて、ちょっと休息時間、朝まで寝ます。はい、どうもお疲れ様です。宮田です。いやー、今は神楽のパーキングです。上信越道の神楽のパーキングでね、まあ今からね、ちょっとね、まあ、6時間ほど、休息を取ってから、積み込みにね、行きたいと思います。まあ、本当やったらもうね、もうちょっと早く行きたいんですけども、まあ、ちょっとね、この荷物を積む積み地のところのね、まあ、順番みたいなのがあってね、入
早く積みたくてもやっぱこういろいろ順番があって積めないんで、まあ、結局まあ休息時間も取らなあかんので、まあ、ちょうどまあほなまあ6時間ぐらい空けたらね、まあまあちょうど積み込み夕方に行けるかなっていうところでね、はい、ということでね、上信越道の観覧のパーキングで、寝るのは初めてかな。まあ、今日はねあのトレーラー枠空いてたんで良かったなと思います、はい、で髪の毛なんてこんなビチってなってんねんって言うたらやっぱりあの帽子かぶったりあのヘルメットかぶってたんですよ今までね。でそれでまあヘルメットと帽子を取ったらペチャってなったらもうオールバック状態ですから、まあ、こんな感じになるんですよね、はい、いやいやいや、まあ、ちょっとねご飯大桑で買ったあのパンとかなんかおにぎりも食ったかな、おにぎり食ったっけな、あおにぎり食ったな、もうないわ。あのパンレーズンパン、これバター、レーズンパン、これねよう大桑で買うんですよ。でこれがミニーちゃんのあの日焼け止めね、これがもうなくなると思ってまた夏やからね、美白は大事なんで買ってきました。でまあこのクラシモアのこのお茶ね、緑茶ね。でこれは170円の、特茶。なんかねこの特茶だけはあれなんですよ、安くならないんですよね。このクラシモアとかこういうので58円とか48円とかで安売りとかしてるんですけど、この特茶だけはブランドなのかメーカーなのかなんかよくわかんないですけど170円なんですよ。これ値下げしてくれたら嬉しいなと思うんですけどね。もう66キロになったから宮田ダイエット頑張らん。あ、おにぎり残ってたわ、もう一個あったわ。何やろ、炙り明太子ピリ辛が残ってました。で、あと何がある、はい、一口パン、これなんかソーセージ中入ってるから早めに食った方がええな。ちょっと汗かいてるしな、袋やばいな。まあとりあえずおにぎりとパンをいただきます。はい、いやー明日ねおろしあれなんですよ、岡山なんですよ、まあ、僕も初めて行くからね、伝票もらって住所調べて行く感じなんでね、夕方5時ぐらいから行ってね、シャッと荷物詰めたらいいけどね、おにぎり食うのになんで走るねんてな、あー無意味やな、橋開けてもたな、もったいないな、戻しとくわ、戻しとくわね、なんかあった時のためにね、戻し方がちょっとな、えい、入るかな、お、お、よっ、じゃあいただきます。おにぎりペタンコやないかこれ。でまあ今週かな、また次休み入ったら前回の動画でも言うてたんですけど、あのパーマ当てようかなと、まあ、髪の毛のボリュームアップみたいな感じですね、やろうかなって思います。ミン様、このミン様ってさ、俺もどのぐらいだろう、もう3年ぐらいかな、3年ぐらい、まあ、少なくとも2年半から3年ぐらいこの子と一緒におるんやけど、まあ、ずっとトラック乗ってんやけどね、この子はあのヒゲまんじゅうって言うて、あのミー様って言うんやけどね、これまあ何ヶ月 ?1 ヶ月前かそこら辺に朝比奈桃子くんかな、朝比奈桃子くん、まあ、普段桃ちゃんってね呼んでるから朝比奈桃子くんってフルネームで言うことはあんまないんでね、噛みまくりですけども、あの桃ちゃんがどうやらねこのあのひげまんじゅうのこのミー様を手に入れたようでトラックに乗ってるっていうことですね、まあ、この間ちょっとあのツイッターでもやり取りしたんですけど、僕と同じやつね、いいっすよねこれね。でこれの宮田あの黒いやつ欲しいのよ、この黒いやつで目がこうやってギッギッってこう意地悪そうに釣り上がってる
猫がおるんですね。名前はちょっとわかんないですけど、その子がちょっと欲しくてね、あの意地悪そうな真っ黒の猫がおるの、これのね。まあ、みー様も一人で寂しいかなと思って、もう相方がね欲しい。これね、あの今はもう多分売ってないと思うんですよ多分ね。俺掛川の上りのパーキングでこれ2700円で買ったんですよ当初。大きいでしょこれ、うん、めっちゃトラック乗ってたらもう鈴の音がさ、バウンドするためにってめっちゃなんのよ鈴の音がね、うん、まあね、みー様のね相方がまた欲しいなと思ってね。もしね、このこいつ、この子のね、まあ、この大きさのサイズ、でっかいサイズ、このでっかいサイズで、まあ、2700円ですけど、この子の黒いやつを見つけたら、どこどこのパーキングの上り下りで黒のヒゲまんじゅう売ってたよって教えてください。はい、とりあえず今日は今から寝ます、うんうん、何の動画したよね結局ね。まあ宮田の普通の仕事のね流れというかこんな感じですよね、うん、はい、ということでね、この動画が良かったなって思う人はですね、いや良かったなって思う人おらんか、飯食ってなんか喋ってるだけやんみたいなでもこういうのがいいなって思ったら、まあそれはそれで OK ということでね、高評価ボタン、グッドボタンを押して、チャンネル登録をよろしくお願いします。みやるんでした。あ、お疲れ様でした。次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。